はい、こんにちは、堀です。今日は先日幸運してうねとてしたトウモロコシ補助に除草剤を散布していきます。使用していく除草剤はクリアターン乳剤をね使用していきます。こちらは大豆、枝豆、トウモロコシ、飼料用トウモロコシ、バレーショ、落花生、人参、大麦、小麦ということで、今回はトウモロコシでね、トウモロコシはまあはしごと書いてますが、定食前にうちはやってます。大体希釈はまあ今回田んぼが表面乾燥してるんで300倍ですね。300倍で希釈していきます。これで、今回まあ単に150リッターね、乾燥してるのもあって150リッター水くべてるんで、この希釈としては300倍だったら、クリアターンのこの500ミリの容器を1本入れたら300倍希釈になります。はい、では液体を入れていきます。ごっつ黄色いです。黄色いし臭いです。こんな感じで真っ黄色の液体ができます。はい、今回使用していくね、あのだし根豆腐はまあいつもながらですが、丸山の M ラインの MSLA415R4C4 チャンネルですね、4チャンネルのラジコン豆腐を使って散布していきます。4チャンネルは噴霧ポンプの入り切りとホースの巻き取りと張り出しやね、張り出しができるようになってます。それで丸山製作所のラジコン豆腐はサポートシステムね、ついてます。サポートシステムはホース引っ張ったら勝手に送り出してくれる機能です。で、噴霧ノズルは鉄砲ですね、水田用のやつですね、ヤマホ工業の、伸縮切り替え軽版のカーボンタイプをね使用していきます。これは非常に遠くまで飛んで、カーボンなんで軽くて具合がいいです。はい、では散布していきます。